日本が誇る世界最大級のコンテナ船、全長400メートルの超大型船を動かしているのがスクリュープロペラ。この大型船舶用プロペラの製造で世界トップシェアを誇るメーカーが岡山市にあります。工場を訪ねると早速ありました、大型のプロペラ。ここが年間400機を製作する中島プロペラです。プロペラ作りは鋳型を作るところから。その材料は砂。船が違えばプロペラも違うんですよ。砂で作ってまた壊して、できた型に銅の合金を流し込み機械で削るとプロペラの形に。しかし大変なのはここから。プロペラのエッジと呼ばれる部分を削っています。他の部分が10分の1ミリの精度が必要なんですが、この部分は100分の1ミリの精度が必要なんです。プロペラが水中で回転したとき、音や泡が発生しないよう、エッジには極めて高い精度が求められます。中島は、設計から製造アフターフォローまで一貫した対応を強みにしてきました。ただ、中国や韓国といった安さを売りにした海外勢との競争は激しく、プロペラ以外の新たな収益源を育てようとしています。新事業の現場の一つが工場の真ん中に鎮座する大きな装置。中に入って上を見上げると、クレーンに吊り下げられて大きな何かが降りてきますよ。車輪があって座席とハンドルがついています。三輪の EV 電気自動車です。これを、それでは XNCT 開始します。見えるはずのないものがはっきりと見えます。一つ一つのですね、配置であるとか厚みであるとか、そういったものも見えますんで。装置の正体は国内有数の特大 X 線 CT 装置。直径 3.4 メートル、重さ2トンまでの大きな工業製品や美術品の内部を分解することなく見ることができます。中島はこの巨大装置を使った非破壊検査サービスを始めたんです。今回 EV 内部の検査を求めた依頼主は、装置に対してやはり車のサイズっていうのが大きいケースが多いので、中島プロペラさんの装置が国内最大級だと思います。しかしプロペラメーカーがなぜ非破壊検査なのか。近年中島は銅合金の代わりに炭素繊維強化プラスチックで作った新しいプロペラに力を入れています。その内部に欠陥がないか調べるために特注したのがあの巨大装置でした。これを活用し非破壊検査サービスを始めてみたところ、伊達政宗の甲冑のですね、レプリカ、こちらの方の X 線 CT 画像を撮ってほしいという依頼がありました。依頼したのは石川県の金沢21世紀美術館。甲冑をスキャンした映像を使って作家が現代アートへと昇華させました。他にも自動車のシートや火縄銃、仏像など様々なものの中を見るニーズを発掘。プロペラのための大きな装置が思わぬ形で新市場を生み出しつつあります。これからですね、いろいろなデータを使ってそれを新しくリバースエンジニアとかそういうなところにも使うことができます。広がりがあるんじゃないかなというふうに思いました。今日ご覧いただいた内容は日経電子版、日経チャンネルのほか TVH の YouTube でもご覧になれます。ぜひご覧ください。